8月6日、パリ五輪レスリングでは女子50キログラム級でまさかの1回戦負けをした東京五輪金の須崎優衣、2点リードをした試合時間残り9秒でインドのビネシュ・ホガトのタックルで倒されバックにつけられると4点を奪われた、そして間もなく時間切れでまさかの初戦敗退。TBS の公式 YouTube では、ここまでやられてるのは初めて見た、油断したかと驚きの声が上がっている。フォト動画 須崎が倒されバック取られる。逆転負けの瞬間、2-0から残り20秒、相手が一気にニアを上げ、タックルで倒された須崎。バックを奪われ逆転負けしたが、コメント欄には、完全にひっくり返されて後取られてる。ここまでやられてるのは初めて見た。須崎だってこんなことあるんだ。油断したか、これがオリンピックの怖さなど驚きのコメントが多く並んだ。その須崎だが ホガトが準決勝も勝ち、決勝進出進出したことで、1回戦で敗れていた須崎が敗者復活戦に回ることに。銅メダルの可能性が出てきた、敗者復活戦で対戦するのは、2回戦で同じくホガトに敗れてたお草なり鉢、ウクライナ、だ。これに勝利すれば銅メダルをかけ3位決定戦となる。まさかの初戦敗退だったが再びチャンス。 東京五輪に続く2大会連続のメダル獲得に期待がかかる。